ようございます。風強いですかね。ちょっと今日は景色のいいとこにやってまいりまして、車中泊仕様のちょっとね施工をちょっとやってみようかなと思います。今とりあえず荷室の方はもうフラットになってるんで、今ねもう寝るのにちょっと困るなっていうのは運転席とあと荷室の間、運転席と荷室の間なんですけど、ちょっとね目隠しのカーテンをしようかなと思っていろいろちょっと買ってきたので、それをちょっと取り付けようかなと思います。というわけで今床はフラットになってると思うんですけど、カメラさんの床もねフラットだと思うんですけど、これただ椅子を倒して絨毯を引いてるだけです。でちょっと多分下がゴツゴツするんで、このカーペットの下だとかあと上に何かマットみたいなものを引いて寝転がる分には全然それで十分なのかなと思ってるんですけど、このドアのね後ろ荷物スペース真後ろもそうなんですけど、これフィルム、スモークのフィルム一番濃いやつを貼ってるんですよ。なのであんまり外から丸見えになることはないんですが、ここ運転席前ね、助手席と運転席と横のガラスは透明なので、ここの間にちょっとカーテンがねあったりすると目隠しにもなるし、あと布でちょっと分断すると、あの前に座ってるエアコンがねちょっとあの空気がこっちに漏れててなかなか冷えづらいっていうのがあるんで、それもちょっと効果としてねいいのかなと思って、ここにカーテンをバシッと一発引いてみようかなと思うんですけど、用意するものはですね100均で買ってきました突っ張り棒、伸縮の突っ張り棒と布。これねカーテンなんですよ。もともとはこれ半分1枚ものこういう縦のねこういうカーテンだったんですけど、それを横にしてで使うという感じです。これちなみに雑貨屋さんで売ってたんですけど、ドイツでしたっけ、ドイツのヴィンテージのカーテンらしいです。ちょっと柄がね可愛らしかったんでちょっとこれ行ってみました。でどうやって棒にくくりつけるかというと、これも100均なんですけど、こういうねあのクリップになっててこうフックになってるのがあるんで、まあ、ちょっとこう折ってでこう引っ掛けるみたいな感じにするとこれで落ちてこないので、ちょっとつけてみましょうかね。とりあえずこの棒自体もハイゼットねこう上にこうちょうどね物かけてくださいと言わんばかりのこういう部分があるので、こうこれで固定はできちゃいます。あのずれることはあるんですけど、かかってて落ちてくることはないので、で走行中はとりあえず避けたりとか外したりとか簡単にできるようにとりあえず上にかけとくだけにします。で寝るときも別にここにかかってるからといって、まあ、邪魔で外れるってこともないので、あとはこのね等間隔でクリップをつけたので、こういうふうにこれを一つずつかけていく感じになるのかな。こうやってねよいしょ、すごいあったかそうに見えると思うんですけど、今外気温が5度しかないです。激烈寒いです。よいしょ、手な具合で長さもぴったりちょうどいい感じで、もうこれでカーテン出来上がりで、ちょっと長さが余ってるんでこれね棒じゃなくてこっちのサイドに引っ掛けたりとかするとこれで回り込めるので、ちょっと締めてみましょうかね。この辺もちょっとここまで来るのでこんな感じでねカーテン反対側も同じです。これねここのヘリにかけてあげればちょうどいい感じになるので、ああ風が強いね。こんな感じでほらもう素敵なカーテンねってな感じで、これで居住スペースが快適な居住スペースができると
という感じでございます。もう工具すら使わない、もう棒をかけてクリップで止めるだけで、この柄だけね、なんか面白そうなものがあればカーテンにこだわらなくてもいいと思います。もしかしたらあの何かマルチカバーみたいなものでも柄が可愛いものがあればそれをちょっと吊り下げてもらえれば、でこれね外せばすぐ洗えたりとかするし、まあ邪魔だったらそのまま外しちゃえば OK なんで、まあ、これでねちょっと目隠しにしてみるといいかなと思います。いかがですか皆さん、今年はね本気で車中泊で、ね、やろうと思ってますよ。やるやるって言ってね、あのこの間車検が上がってきたばかりですので、あの車中泊仕様のハイゼットを、ね、一生懸命作ろうと思っております。あのご興味ある方いらっしゃいましたらチャンネル登録していただいたりですね、車中泊、私も車中泊の車作ってますとか、こんな車種でやってますとかっていう方いらっしゃいましたらぜひコメントの方も、ね、いただければと思います。この風強いけど音入ってるのかな、大丈夫かな。というわけで、また次回の更新お待ちいただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。